ジェームズ・ドゥアンは、カナダ出身の俳優。SF 映画、テレビシリーズ、スター・トレックのスコッティこと、モンゴメリー・スコット機関長を役を演じた。バンクーバーに4人兄弟の末っ子として生まれる。青年時代、第二次世界大戦における、ノルマンディ上陸作戦に、カナダ砲兵隊として参加。一度に足に4発、胸に1発、中指に1発の合計6発の銃弾を受け、 右手中指を失う怪我を負った。戦争後に俳優としての活動を始める。スタートレックのオーディションを受けた際、スコットランド風の名前をプロデューサーのジーン・ロッテンベリーが気に入り、役名がスコットとなった。ただし自身はスコットランド系ではなくアイルランド系の家系である。テレビシリーズが大人気を博した1960年代から1970年代には、 スコット機関長の実直な仕事ぶりに影響を受けて、技術者への道を目指した子供たちも多く、ミルウォーキー工科大学から名誉学位も授かっている。二度結婚後し7人の子供がいる。最後の子は彼が80歳の時に儲けた。晩年はパーキンソン病やアルツハイマー病、肺炎などの病に悩まされた。遺言により遺骨はスペースサービスが企画したスペース X 社製。 ファルコンロケット仕様の宇宙層、エクスプローラーズフライトで宇宙空間に放たれた。当初は2005年12月6日に実施の予定だったが延期され、2007年4月28日に米ニューメキシコ州から打ち上げられが打ち上げが失敗し、2012年5月22日にスペース X 社製のファルコン9ロケットで宇宙船ドラゴンと共に打ち上げられた。 スタートレック俳優の異界、宇宙へ、ありがとうございます。